東野栄二郎、東野栄二郎、東野栄二郎、1907年9月17日から1994年9月8日は、日本の俳優、随筆家。戦前期の芸名は、本城勝氏。身長159センチメートル。新月受劇団を経て、小沢栄太郎、千田これやらと俳優座を創設し、その中心として活躍。戦中からは映画にも出演し、 個性的な名脇役として330本以上の作品に出演した。主な出演映画に東京物語、用人坊、サンマの味、白い巨頭など、テレビドラマ、水戸黄文の初代黄文役でも知られる。著書に私の俳優修行など、長男は俳優の党の栄心。1907年、明治40年9月17日、 群馬県富岡市七日市の造り酒屋の家に生まれる。父は、甲州の山村から単身で、関東に移り、進化して、酒造家となった人で、根っからの日野商人、大見商人だった。実家の本宅は、滋賀県加茂郡東桜谷村、鳥居平、玄加茂郡日野町大和座、鳥居平にある。旧姓富岡中学卒業後、明治大学小学部に入学。 同級生には後に、阪神タイガースで活躍する、松木健次郎がいる。在学中に、学内の非合法サークル、社会科学研究会に入り、左翼思想に目覚める。1931年、昭和6年4月、劇団付き自称劇場のプロレタリア演劇研究所に、第一期生として入り、東京左翼劇場公演の、恐れ山トンネル、三好十郎作で、 初舞台を踏む。研究所卒業後の同年9月、新築寺劇団に入団、本庄勝寺の芸名で早くとして舞台に立つ一方、プロレタリア運動に従事する。新築寺の公演のほとんどに出演し、ハムレットの亡霊、坂本龍馬の人切り依存、人生劇場の飲み込み、半助などを演じて徐々に頭角を表す。1937年、昭和12年の、 渡辺火山、笑う手紙で好評を得、以来、土の平蔵、綴り方教室の湯五郎、ハムレットの墓掘りの役で俳優としての地位を固めていった。1939年、昭和14年には、土の漢字、海援隊の馬之助など大役を演じ、その方あら劇団の初期長、企画部長、演技部長を務め、劇団の中心俳優となった。舞台活動の一方、 1938年、昭和13年に、絹笠定之助監督の黒田清中六でガニ発出演し、小竹下下撮影所の純専属として、数本に出演したほか、日活の海援隊ヤ東宝映画のヒコロプナ殴らル等にも出演した。1940年、昭和15年8月19日、新劇弾圧で、八田元を池田昭治らと共に、 治安維持法違反で検挙され、8月23日に劇団は強制解散される。翌1941年、昭和16年に一旦釈放され、南左官映画制作の映画、竜旅の人々に出演。同年5月に不寄所で正式に釈放されるが、内務省の命令で本名で活動することとなり、松竹渦政撮影所で、 内田トム監督の鳥いスネえモンなど数本に出演後大船撮影所に移籍する。1944年、昭和19年、小沢栄太郎、千田コレや青山杉作、東山千恵子らと共に俳優座を結成。同時に日本移動演劇連盟に加入し、扶養隊を組織して地方を巡演する。戦後、俳優座の中心として、検察官、 中橋交換、赤いジンバ売り、夜の来訪者などで主要な役を演じた。俳優座劇場設立にも尽力し、後に同劇場取締役を務めた。戦後も映画では脇役として数多くの作品に出演する。黒沢明監督作品には、七人の侍、洋人坊など、計7本、小津安二郎監督作品には、東京物語、サンマの味など、 計4本、木下圭介監督作品には、結婚、奈良山節子など、計9本に出演。その他、浦山切郎監督、旧ポラのある町、岡本喜八監督、エブリ・ミツル氏の優雅な生活、山本札夫監督、白い巨頭など、一流監督の名作や、社長シリーズ、クレイジー映画といった人気シリーズなどに出演し、日本映画界を代表する、バイプレイヤーとなった。 演技幅も広く、善悪様々な役をこなした。テレビドラマでは1969年、昭和44年8月4日から、TBS 系列の時代劇、水戸黄門で主役の徳川光国を、第1部から第13部まで、足掛け14年、全381回にわたって演じ、当野の代表作となった、ジャガイモ黄門の名で親しまれ、お茶の間で絶大な人気を博した。 しかし、1982年、昭和57年7月8日に恒例による気力体力の減退等を理由に、公文薬の降板を表明し、1983年、昭和58年4月11日の第13部の最終話が最後の放送となった。1990年、平成2年、日本進撃俳優協会の会長に就任。 その後も散発的に俳優活動を行っていた1994年平成6年4月5日に都内で開かれた俳優座創立50周年記念パーティーには杖を追定で同年5月にはテレビ東京で放送されたテレビ東京開局30周年俳優座創立50周年記念ドラマ荒木又右衛門男たちの修羅同年10月5日で 加納東西門役とゼネラルプロデューサーを務め、その後、足腰が弱まり外出をしなくなる。それから4ヶ月後の9月8日午前6時、自宅で心不全のため死去。水戸公文役が定着していた頃、普段にの遠野のに土下座する老人もいたという。1976年。 昭和51年9月6日に出演した、徹子の部屋で、ありがたいやら困るやらで恐縮指導士と発言していい。今では定番である、水戸黄門の独特な笑いを最初に確立させた、東野ではあるが、当初は納得できる笑いが確立できずに苦悩し、周囲に当たり散らすこともあったため、見かねた息子の東野英心が、付き人となって支えたという逸話がある。永心によれば、 あの笑いを完成させるのに3年かかったという。1962年2月19日、東京新聞に声優に危険手当てを引く他人の演技に合わす苦しみと題するコラムを発表。外国産テレビ映画の他人が演じた動きに声だけを当てはめるアテレコは俳優として片輪になりかねない危険な仕事だと主張した。当のの意見に対し、安倍トールからは反論が 夏川大二郎からは賛同が寄せられた。1981年には永井一郎から反論を受けた。詳細はアテレコ論争を参照。なお、このコラムにおいて、東野が洋画の吹き替えやアニメのアフレコを自分の差しで演技できない芝居とは呼べない芸道の所業を投票したとされることがあるが、実際は東野はアニメには言及しておらず。 下道の諸行という言葉も使っていない。太字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品員は、黒沢明監督作品、員は、小津安二郎監督作品。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。